せも集中力を、ね一瞬変えてしまう時があるので。攻め立てる京都、藤田、吉野、シュートを決めた。吉野今季初ゴール、京都勝ち越し。吉野が嬉しい今季初ゴール決めました。今町田の選手がどうして立て伏せがないのかなと思ったんですけど、吉野の体の入れ方がうまかったですね。ここは最後うまく吉野飛び出して冷静にシュートを打ちました。先ほどのシーン、ここトラップして吉野ドリブルで仕掛けて最後は左足、5番の深津を背負いながらでしたが、ここはフィジカル力負けをせずに左足でシュートゴールへ流し込みました。面白い体の入れたドリブルでしたね。あれ